地福寺は東京都帰宅中十条にある新言州地山派の寺院。三号は十条山。三号を付して十条三地福寺、あるいは寺号のみで地福寺と呼ばれることが多い。お寺の近所にはメディア等でたびたび紹介される最強線の十条駅付近の十条、銀座商店街がある。 JR 埼京線十条駅と JR 京浜東北線東十条駅の間にあるため利便性の良いお寺である。四福寺の縁起は公平年間、仁和寺の僧、常国によって解散と伝えられる。常国は、お室御所の秘仏である薬師如来を奉仕して、前九年の薬の際に源のより地下に随行。 より地下の帰還後も当地に泊まり、薬師尊を法案し、前9年の薬で戦死した兵士を供養したと伝えられる。鎌倉時代には、北条氏より公殿を賜り、完成年間には徳川幕府より12国の領地主院状を賜る。江戸時代、当時の正面の道が日光五条道だったこともあり、徳川将軍の日光社三次には休憩所としても使われた。また、 江戸時代には武士の指定を教育する権威のある寺小屋を開いていたが、明治5年頃より一般の指定に対しても広く教育の門戸を開放した。住職不在時代や明治時代の廃物希釈を経て多くの境内地と地方住物等を消失。昭和20年4月13日では東京大空襲で山門と水屋以外を怪人に帰す。 昭和31年仮本堂と栗を混流、昭和49年原本堂を混流した。三門前には高く伸びた黒松の古木があり、山和脇にある六体の地蔵村のうち、一番大きな地蔵村は王子の三地蔵、鎌倉街道のお地蔵様と言われている。他、閻魔大王の後神像など。また、境内には母子辺路像や丁名皇后の長像がある。 門前の旧岩月街道拡幅工事に伴い、令和元年11月、現在の塀が完成。ありがとうございます。